はい、こんにちは、さきとりです。えー、本日もですね、トレード通信やっていきましょう。先週ですよね、あの、雇用統計の市場騒がす年次改定調査手法の課題指摘も、という報道が出たんですけれども、まあなんか、あの、雇用統計が下振れして個人所得に悪影響が心配されたんじゃないの結構雇用強いけど、なんでみたいなね、はい、疑問を持たれる方も出てくるかもしれないんですけれども、これはちょっとしたですね、から,からくりみたいなのがあって、えー、その前にちょっと、まあ、ニック総裁のツイートを見ておきたいんですけれども、 もうまあ、やっぱりニック総裁のです、ね、先週の最も、えー、インプレッションが大きかったツイートはです、ねまあ、やっぱりその雇用統計の見直しに関してのツイートなんですねでこれゴールドマン・サックスが出した声明というのをツイートされているんですけれども 企業は失業保険制度に不法移民を報告することを避けたためベンチマーク改定で報告された雇用が押し下げられました適切に計算すれば2024年3月の雇用レベルはマイナス81万ではなくマイナス30万程度の低下にとどまっているはずですというところですねでいろいろ文章をぶっこんで,です、ね、AI の方にあのまとめのコメントを入れ出してもらったんですけれども雇用統計の下方修正の大部分が不法移民の報告回避によるものであり実際の雇用検証はそれほど大きくない可能性を示唆しています というところですね。ですから、こういったのをまあ市場としてはやっぱり感じ取るわけですね。で、それでもってニックさんのツイートでも、ですねこれが一番大きく取り上げられたというところになります。というのは、ですねまあ市場が何を警戒しているのかおそらくまらくこれだと思います。これ、10年、2年の金利差なんですけれども、米国の10年金利から2年金利、短期金利を引いたものになります。今ままででではすすねねそそののののの逆ウィールドだったんですねまあつまりその短期方方がが年の金利の方が がですね、10年の金利よりも高いということだったんですけれども、まあ、通常はですね、まあ、皆さんもご存知の通り、10年金利だったりとかの方が、2年金利より高いんですね。なぜならば、10年先のことの方、あの将来のことの方がですね、不透明度といいますか、将来どうなるかわからないわけなので、10年先の金利の予測の方がですね、まあ、高いプレミアムを要求するのが通常なんですね。ところがが現状は2年金利の方が高くなって いたとなぜならばフェデラルだったりとかのですねその中央銀行が主導で利上げをしてきたからということですね。でこのフェデラルの方がですね利上げをするのはこれ30日の金利になりますので30日の金利はどこに影響を及ぼすかというとまずは短い方に行って短い方から長い方に行くんで、まあ、あの波及する順序がですね2年が先なんですねですから2年の方が上がりやすいということで、まあ、こんなふ、ね、うに逆ウールドに突っ込んでいってたわけなんですけれどもこれが徐々に戻ってきて、えー、ですねこれが ついにですね、まあ、ゼロになったということですね。これ最終値があの先週金曜日の時点でこれゼロだったんですけれども、まあ、ついにゼロになったと。で、市場が何を警戒するかというと、この逆イールドがですね、まあ、終わってしばらく経つとですね景気交代期間に入る。この黒くあのシェードをかけているところというのがいわゆる景気交代期間に認識されているところなんですけれども、まあ、逆イールドからですね順イールドに戻ってしばらく時間差を置いてからですね景気交代に入ってきているんですね。とということはこはれが、まああのいわゆる 純イー順位に戻ってきてです、ね、しばらく時間が経てばまた同じようにです、ね、この景気後退、つまり株価の下落というのが来るんじゃないのというふうに警戒をした市場がです、ね、現金を抜いて120ビリオンも、ね、レポの方に戻しに行って だというふうに考えるべきかどうかっていうのは分かれるところなんですけれども。一応そう考えると、まあ辻褄としては遭いやすいのかな？というところはですね。あるかと思います。で、えー、最後ちょっとですね。まあ、アサヒーズさんの分析っていうのがなかなか面白かったので、少しだけご紹介をしておきます。あのここ行ったらですね。原文を読むことができますえー、クロムだったりとかで、あの日本語翻訳してやればですね。まあ、あのすぐ読むことができるかと思いますので、ここでは概要だけ、えー、ポイントあの自分が面白かった。ポイントだけ、あのかいつまんで説明します。けれども、まあじゃあなぜですね。米国は雇用統計。の 見直しを行ったのかという,ようなところで、まあこれまあ、さすが朝平座だなと思い,思いましたけれども、実を言うとです、ね、この雇用統計の見直しを行って たこのデータが出てきたのはですねパウエルさんがですねこうジャクソンホールでスピーチをしましたね。で、このスピーチをもとに、いわゆる利下げ確定というのを市場が受け取ったということで、いわゆるここにありますかね、ピボット、これですね、ピボット、確定をしたわけなんですけれども、そのですね2日ぐらい前にデータをですね出しているんですね、見直しのデータを出しているということになります。ということは、あえて、この,そのパウエルさんがですね発表、ピボットす する あの、お題目をですね、揃えるために BLS、あの、雇用え、雇用のですね、データを、まあ、見直した内容っていうのをですね、出したじゃないかということですね。で、なぜならば、まあ、パウエルさんはですね、野党から、まあ、利下げによる景気刺激を求められてるんですけれども、あの、困ってたわけですね。なぜならば、インフレ率は目標を超えているために、利下げの理由にはできないと。ところがですね、その景気刺激を求められるっていうのは、なぜかというと、まあ、バイデンさんがですね、もうボロボロなスピーチをしてしまった、オバマさんから見放されてしまったっていうことがあって、これをどうにかしないといけない。ハリスさん をですねを立ててこのハリスさんにどうにか票を集めないといけないという,ふうなことだったわけなんですけれどもちょうど良かったのは実は、ね、ハリスさんがあです、ね、その政策を担当していた期間ではないときにです、ね、あの雇用が悪化しているというふうなです、ねまあ、あの一応、建て前になっているんですね。ということは、まあ、今回です、ね、雇用統計の誤りを認めるということをしてしまうと一番の問題はです、ね、ハリスさんへの影響が、まあ、検討されていたわけなんですけれどもこれがない っていうことで BLS はですねこういう統計の誤りを認めたと、えー、これは巧妙な政治的トリックでまあ、ジェダイマジックだと著者は皮肉っているっていうふうに言うわけなんですけれどもまあ、結局ですねあのアサヒズさんが言いたいことっていうのはあのもう票を取るためにま株価を上げたいとこれが。 政治の本音であるということですね。よって、えー、株価を上げるためにはですね、利下げをする必要があると。利下げをするためにはどうしたらいいか、あインフレ率はあ、フェドのですね、あの正当性っていうのを前に出すとですね、インフレ率が目標超えのためにできないよって、えー、この雇用データをですね、ぶっ込んできたと。まあ、そういったようなことをあの言ってるわけですね、まあ。これなかなか面白かったですね。これあのご興味ありましたらぜひ読んでみていただいたら新たな発見があるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、そんなことをですね、やっぱり振り返ると、これ3月、 ですかねちょっとコメントを出したやつなんですけれども、政策金利は全て茶番というですね YouTube の動画を出しました。これ多分、トレード通信の中の一部というのを出したような記憶があるんですけれども、結局、その時は中立金利というのがですね突如降って湧いてきて、中立金利が高すぎるみたいな話が出て、この中立金利を使って利下げをしようとしていたというのをですね茶番というふうに言ったんですけれども、じゃあ今回何が出てきたかというと、中立金利の代わりにですね雇用統計の見直しですね、BLS。 の雇用統計の見直しっていうのを使って、え、利作業しようとしていると。もうだからもう全部茶番なんですね。もう金本位制が終わった後のですね、その法定通貨、通貨制度の中ではですね、もう金利の役割っていうのはもう全て茶番でしかないと。え、その通貨を握っている人たちのベネフィットを追うために、それをですね、どのようにマニピュレートするかというか、上手に使っていくかということが、まあ本論になりがちなので、まあ全て茶番であるっていうふうにこの時は書いたんですけれども、これをですね、本当に思い起こう させる今回のアーサーヘイズさんの分析だったなというふうなところをですねちょっと感じた次第であります。